フィリピンの社会だから SIM カードについてご相談いただいてますね。グローブとスマートどこがいいとか感じですね。あと、どこがいいって言ってもですね、カバーしてるカバレッジエリアについてによってですね、ちょっと得意不得があるんですけども、基本的には今グローブの方が優勢かなって感じですね。日本のドコモみたいな感じがグローブですね。G キャストの組み合わせもできますので、かなり、グローブは使いやすいのかなと。で、SIM カードはですね、もう数百ペソ、もう3、400、5、600円ぐらいで買えるって感じですかね、フィリピンの場合と。ナンバーが、携帯の番号がすぐに手に入るってことで、で、プリペイドみたいな形になってるんですけども、プランにをですね、追加して、その都度ですね、使っていく、1週間だったり、1ヶ月だったりっていう単位で使っていく感じですね。いや、僕はグローブの、GO エキストラ99っていうのを使ってます。電話もし放題だったりとか、テキストもたくさんできる。